はい、西田製作所です。今回のご紹介はこちら、フェンダーのブルースジュニアのモディファイ品です。いつものモディファイなんですけれども、ちょっと今回いくつか特徴があります。まずこちらベースになった個体が初期の USA 製です。初期の USA 製、リバーブが入ってくる位置がですね、マスターボリュームの後で、ちょっとリバーブが効きすぎちゃうのとノイズが多いという問題点があります。これをこれ以降の型と同じようにですね、マスターボリュームの前でリバーブが効くように変更してあります。あとスピーカー変えてあります。今回スピーカー乗せたのがですね、エミネンスのレッドホワイト&ブルースですね。こちらなかなか、フェンダー系のアンプとも合う良いトーンです。で、リバーブフットスイッチでオンオフできるようになってますので、この後の思想でそこをちょっと強調して弾いてみておりますので、ぜひともお聴きください。そんなわけで販売中です。こちら非常にですね、機動性も良くて、そんなに大きな音を出さなくていい現場では大活躍できる一台です。ぜひともお試しください。ありがとうございました。